お姉ちゃんもおりまして。あんたのお姉さん、年は25。結婚はまだか？いや、前結婚してましたんだけどな。商売を始めて失敗して借金ばっかり増えて、もう借金まるけになりましてな。で、お姉ちゃんとおっちゃんと思い余ってな、いつぞやの秋でしたかな、あの橋の上からお姉ちゃんとおっちゃん、橋の上からお姉ちゃんとおっちゃん、橋の上から飛び込んだんかい。まだ出んの。びっくりした。飛び込んだ思ったか。その時通りかかってきたお方が助けてくれましたんや。訳を聞いてな、お金で済むことや、命粗末にしたらあかん、お金で済むことや言うて、ぎょうさんなお金をくれてな、名前も言わんと言ってしまいました。そのお金借金みんな返せなくなりまして、いい暮らしできました。あ、よかったな。ところが秋の日、近所に泥棒が入りまして、警察が来て、うちとこ急に金持ちになって、そのお金はそれお前やろ、怪しまれて、お前やろ盗んだわ、間違えられて、おっちゃん警察へ連れて行かれましたんや。泥棒と間違えられて連れて行かれました、警察。それがためにお姉ちゃん病気になって寝たまま、お母ちゃん目にひん、おっちゃん警察に行ったまま、お姉ちゃん病気や、お母ちゃん目にひん。頑張れよー。